られたそうで、かなりご苦労されてきたようで、ご苦労様です。皆さんお疲れ様です。毎週金曜日ですね、7時から、自民本部前でですね、抗議リレーとやってたんですけども、今日行ったらですね、10人ぐらい、自民党頑張れ、強行採決の時の民主党の議員の横行を許さないとかですね、本当にくだらないね、本当に暇な連中だなというふうに思いますけども、ちょっとところ変わって、ちょっと訴えたんですけども、一つ言いたいのはやっぱり、戦争法案、これは本当に、もう前に話した方もいると思いますけど、明らかに無効ですよね。採決、可決の、事実が要するに確認できてないと、いうことですよね。まず無効であるということ、それと、これは昨日か一昨日の、日刊現代にも載ってましたけどね、一番真っ先に自衛隊員が海外に行って、まさにその戦争に協力すると、ね、雨の雫をね、かけないでくださいよ、お父さん、ね、まだ待ってないよね。経産省の職員の方ですか、ね、マナー守りましょう、大人なんですから、ね、で南スーダンに、自衛隊員が一番最初に派遣される可能性があるというふうに言われてますよね。でそこで何をするか、自衛隊員が駆けつけ警護をさせられる可能性がある。で皮肉なことにですね、自民党前にいたとかね、その右翼の皆さん方が断るごとに、抑止力を高めるためにですね、安保法案が必要だと、その仮想敵国にしているのは皆さんご存知の中国じゃないですかね。でも南スーダンには何千人っていう中国軍が派遣されてるんですよね。ということはですね、こういう事態が起こる可能性がある。自衛隊員が駆けつけ警護をして真っ先にね、血を流す、犠牲になる、その時に中国の軍隊を守るために、ね、自衛隊員が初めてこの戦後70年間で一人も海外で血を流さない、また、殺し殺すもしないっていうことをですね、守ってきた。それをですね、中国軍の駆けつけ警護で守ることによって自衛隊員が命を落とすかもしれない。これはどこが抑止力なんですか？どこが日本の国を守ることなんですか？何が国益なんですか？ね、本当にね、悪い冗談はやめてほしい、ね、これ以上のブラックジョークはないですよ皆さん、ね、本当にね、目を覚ました方がいいですよ皆さん、ね、安倍政権が守ってるのはね、国益でもない、日本の国でもない、ましてや私たち市民や国民の、ね、命でも、ね、自由でも幸福経験権でも何でもないんですよ、ね、守ってるのは、ね、アメリカをはじめとした戦争で儲けている、そういった権益を守ってるんですよ。だから昔で言えばまさに列強、帝国主義的なそういう列強がやってきた、その片棒を日本がやる、そういうことですよ、ね、だからもうそういうことにね、今回の、安倍政権の、戦争法案の強行採決、これは本当に許しがたい。しかしそれと同時にですね、今までその政治に関心がなかった若い世代や、また小さいお子さんを抱えているママさんたちとか主婦の方々とかですね、そういう人たちもいかにこの日本の国が
本当に今ひどい状況になっているということに、気づいた人が本当に多くです。まあ、これは皮肉なことなんですけども、まあ、そういう非常に大きな流れが出てきている。さらにですね、安倍政権は本当に今、有頂天になっています。大体ですね、調子に乗っている時は墓穴を掘ることが多いと言われますけども、安倍政権はまさにその典型です。その証拠に、昨日の、安倍首相の会見、皆さん、お気になった方も多いと思います。来年の参議院選挙の争点に憲法改正を、ね、争点の一つに据えるということを明言したそうですね。ね、どこまで私たち市民や国民を侮辱しているのか、ね、まあ180度、言葉を変えて使うのが、まあ、安倍政権です。平和と言いながら戦争を進める、ね、いう全く同じ手口をね、まあ、やるわけですけども、まあ、そういった意味で、じゃあ解釈会見があるんだったら、ね、じゃあ会見だと正式に憲法を変えて、やればいいんだろうっていうふうなバカな発想で短絡的に、まあ、僕は何の戦略もないと思います、はっきり言って。で、この安倍政権の会見、参議院選挙会見に向けて動き出すといったことはですね、我々にとっては非常に大きなプラスになると思います。それは具体的に、野党における選挙協力ということについてもですね、もう会見というところまで踏み込んでいるわけです。これに対して明確に反対をしなければ野党としての存在意義はない、ね、だから、ね、もう本当に野党勢力一致団結して、ね、挙国一致ですよ、ね、本当にね、まあ、言い方を変えればね、国境合作ですよ、本当に ね、敵は外にはない、ね、敵は安倍政権一つ、戦争法案廃止に向けた動き、まあ、これに一致団結していく。で、野党の中でも、ね、特に民主党の中でも、自民党議員、さらには日本会議のメンバーで自民党議員以上に、まあ、そういったことに一生懸命になって、まあ、共産党をはじめ、そういったことの足を引っ張ろうとする議員がいますけども、こういった要するに気色ははっきりしない、どっちの味方なのか、ね、はっきりしない野党議員に対しても我々はしっかりプレッシャーをかけて、どっちが敵なのか、ね、きっちり連携してやっていく、そういう動きをですね、確かなものにしていくということが、今本当に必要なことだと思います。さらには、規制政党だけではなくですね、今全国にママさんの会、戦争法案に反対するママさんの会ですね、まあ、法案じゃないですね、まあまあ、なんちゃって強行採決ですから、まあ、法律っていうふうに、言えないと思いますけども、まあ、そういうやっぱり、国会議員をですね、既存の国会議員だけに任せるんじゃなくって、やっぱり市民の側からですね、そういう候補者を出していく、それをまた応援していくですね。で、テーマはですね、まあ、戦争法案、これをなくしていくということですけれども、まあ、原発の問題しかり、TPP の問題しかり、すべて、地続けです。そういう意味でですね、しっかりと我々は、手を緩めることなく、一致団結してですね、連帯して、さらに多くの仲間を増やしていくということが、まさに必要なんじゃないかなと思います。で、もう一つですね、まあ、ちょっと冒頭に言いましたけども、今安倍政権は、強行採決で、まあ、戦争法案通したということでかなり、頂点になっているし、皆さんもご存知のようにいろいろなところで
弾圧が非常に明らか、はっきりとした形で、なってきています。ですから皆さん、そういったこともですね、しっかり踏まえて、我々の結束が固い、付け入る危機を与えない、毅然としてですね、しっかりと運動を継続していくということを改めて、皆さんと共に確認をして、原発もいらない、戦争法案も廃止、安倍政権を即時、退陣という声をですね、より広めていこうではありませんか。どうもありがとうございました。ありがとうございます。